はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっということでやってまいりました。今回ですね、TWICE からミナちゃんのダンス解説でございます。イエス。リクエスト多数いただいておりまして、というところで、今回が初めてかな、ミナちゃんのダンス解説というところでございます。お待たせいたしました。I can't stop me から見ていきたいと思いますけれどもね。いや、素晴らしいダンスできまして、こう、ももちゃん見てきまし、ジヒョちゃん見てきましたというところからの流れでミナちゃんでございまして、ミナちゃんの踊り方というのはですね、すごくミナちゃんにしか出せない、もうフィーリングだったりとか、質感っていうものがたくさん詰まっていて、めちゃくちゃ難しい踊り方、やろうと思って多分出せないですね、ああいう質感は。で、バックグラウンドやっぱりバレエがある方なので、そういう踊り方ができるんじゃないかなというところで、まあ指先の美しさしかりですけれども、全体のその踊っている時のですね、質量の出し方といいますか、重たくないんですよ。重たくないんですけど、軽くなくて、軽くないというか、軽やかさあるんですけれども、その空気の上を少し漂うような踊り方をするというか、めちゃめちゃね、独特で、これがまた、たまらない、うまいなっていう風に思うポイントですね。見ていきましょう。まず一番最初ですね、斜めのところから参りましょう。指先のことは私に任せてというところでございますね。みなちゃんの指先にもうお任せしましょうというところで見ていきたいと思います。レッツラゴー。もう私に任せてと。やっぱり指先を使うところ、これ左手でプーンって入る前の右手のところもむちゃくちゃ綺麗なんですよねっていうところで、やっぱりこの手先を使っていくところの美しさ、ももちゃん、ジヒョちゃんと来たところで、ミナちゃんのこの手先はちょっとまた異質なんですよ。別のジャンルの美しさっていうところがあって、やっぱりその指先っていう意識をずーっとしてきて、踊られてきてる方だからこそ出せる質感ですね。これはね、真似できないと思うんですよ。卵を包み込みながらサンドイッチ。で、そこからのですね、この後の質感もということで、ここの後ですね、左手。これはね、ちょっとすごいと思いました。タンタタン、タン、タン、タンっていう風に落ちてくるんですけど、ここの左手持ってきてっていう、ここに来る時のファフっていう質感ですね。首元に吸い付くかのようにスッてきて、そこからスッっていう風に落ちていくっていう、スッスッっていうね、これがやばいですね。一瞬ゼロになるんですけど、ももちゃんみたいにパッパーンっていうんじゃなくて、サッサーンっていうゼロになるかならないかぐらい、ももちゃんはゼロにするんですよ。みなちゃんの場合はですね、0.04 ぐらい残しとくみたいな、はっ、なんていうやり方がやばいですね。ゼロロ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 っていう風に動かすみたいな。性格的なところからも来るかもしれないです。おっとりされてる方というお話も聞いたことがありますので、そういうところから来る優しさなのかなと。その優しさがもたらす結構えげつない質感というところですね。やろうと思うと超大変です。で、からのですね、意外な質感と美しさ15秒。質感オンパレードなんですけど。またすごいぞと。優しく来るよ、優しく来るよという話をいろいろしてたにもかかわらず、リングリングしてくるときにですね、一発目のここの質感のときに、体をちょっと左側に持ってきて、ドンっていう風に乗る、ここの質感の重たさ、ここでそういうの出すのっていうところから、リングリングの時のこの指先の美しさですね。顔のこの耳のラインに合わせて、ガッてしっかりと手を上げてきて、指をスッ、スッっていう風にしまっていく。ちょっとね、オソドリみたいに見えるところが、ミナちゃんのすごいところでございまして、この体をですね、左側に持ってきます。ドン！この、ちょっと傾け方わかりますかね？このドンです。このうねり、腰がちょっと右側に入る、このうねり方がだいぶエグいです。なんでこうなるかっていうと、この後の進行方向がこっちだからですね。左側に進行するっていうところの勢いをつけるために、ここで最初にちょっと左側に乗ってくっていう、これはね、すごいです。からの、これです。この手の美しさですね。この耳元からぐっと上に上げてくる一直線ですね。この右足から右手にかけて。24秒指先のネイチャーということで、ここら辺ですね。まずこの美しさですね。パッて手を取った時のこの美しさと、腰が入るので若干右手が高くなるっていうこのバランス感覚と、ここです。手をクロスした時のこの美しさですね。しっかりと肘をクロスさせるようにして大きく入ります。で、そこから、ここ、
顎の元にピューと手を持ってくる時の美しさ。これですね。で、ここ、人差し指出すところも、パシパシっていう音がしないんですよ。すごく、ふわっとさせるんですけれども、クリアな指先が見えてくると。アクセント、しっかりと確かなアクセントを取るんですけれども、そこに、硬さがないんですよね。強さはあるけれども、硬さがないっていうのが本当に不思議でしょうがないんです。言ってることがちょっと矛盾してんじゃないって自分でも思うんですけど、そういう質感を出してんのがミナちゃんなんですよね。からの29秒、こういうところと、これですね。この手です。この手です。このファーファーって上げてる時に、ちょっとこれ顎引いてるの分かりますかね？この時に、ファフン、ファフンっていう、この質感をすごく出してるんですよ。全身でっていうところの、この上げ方の手先のこの柔らかい質感がだいぶすごいなっていう風に思っちゃって。ここ、右足のかかとが浮いているので、足、つま先でグッグッって上に体重を持ち上げていくんです。重心上に上げていくっていうところで、みなちゃんの踊り方は基本的に重心はちょっと上めかもしれないです。バレエの、経験があるので。バレエは基本的に重心を上で踊るもので、ヒップホップとかストリートダンスは重心が下で踊るものっていうところになるんですけど、その中間地点かちょっと上ぐらいかなっていうのがみなちゃんのポイントになってきますね。ここら辺の体の使い方と、そこに連動する指先の使い方、指先って言ってるんですけど、全身で、リンクしてくる指先という風に思っていただければと思います。ここです。指って帰ってきた時のこの肘の高さと、顔の周りに持ってくるこの手の美しさですね。やっぱりね、ちょっと一際綺麗です。で、その時の姿勢もですね、基本的にここの腰がしっかり後ろにグッて入って胸を張って、顎がですね、基本的に前に出てないんですよ、皆さんって。しっかりと体の上に頭が乗ってますっていう状態で踊れるっていうこの美しさもですね、常にバランスがいいというか、立ち姿が美しいというところも出てきます。ここら辺ですね。こういうところもシルエットがむちゃくちゃ綺麗なんですね。で、からのですね、幻の質感と41秒、これがなんかちょっとそのなぜ出せるっていう風に思っちゃうところですね。これです。硬くないんですよ。全く硬くない。だから、ぶつかっても痛くないんですよ。痛くないんですけど、確かにぶつかったという感覚はあるっていう不思議な状態。マーボータンタンタンタランタンタンタランタ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 ンなので、しっかりとそこに対して、ズンズンタランタンタンっていう風に撮ってるんですけど、なんでかなっていうぐらい硬くないんですよ。焦りますね。あー、いいなーって思う。すごく羨ましい踊り方。あー、からのですね、57秒ですね。両手が私のレッドラインということで、この後ですかね。レラインのところですね。この辺もね、美しいですよね。乗ってる時のこの手の美しさっていうところありますけど、次いきますね。これです。このレッドライン。私のレッドライン多分ここなんですけど、みなちゃんの。すごく綺麗です。一個手上げた時に、やっぱりそのバレエの指の使い方ができるので、もうこんなもんじゃないです。多分もっともっとすごい角度で緻密な指先の長さだと含めて全部がパーフェクトオールインワンビューティーだと思うんですけど、これです。これがみなちゃんの私のレッドラインなんじゃないかなっていう、見てちょうだいよと私のレッドライン。からのですね、1分5秒ですね、バレエの名残かしらということで、ここら辺かな？今のおおおっていう風に前に出てくるところなんですけれども、ここです。前におおおって一歩出るときのこの右足、このまま持ってくるんですよ。ちょっと足を引きずるようにしてと言いますか、右足の形そのまんまでスーって持ってくる感じ。トーシューズ履いてる方たちの、バレエやってる方たちの足の動かし方だったって結構こうかったって感じかったって、結構こういう感じなんじゃないかなっていう風に思うぐらい、僕見受けたことがあるんですよ。ここら辺がそれなんじゃないかなとか、I can't stop 時もズバーンズバーンっていうよりかは、スタッ、スタッ、
たっていうふうに、ここ綺麗に固めた状態で入ってくるんですよねっていうのも踏まえて、バレエの名残がところどころに見えてくるっていうところがまさにポイントですね。からの1分20秒、これはビューティーと見ていきましょう。これはビューティーでしょう。両手を広げるという所作において、ミナちゃんほどやっぱ美しく撮れる人なかなかいないですよねっていうふうに思うんですよ。なぜかなと思うんですけど、やはりバレエの方たちって右手出した時の左手出した時の右手っていう風に、全部のそのバランスを等間隔に持つっていうところの訓練めちゃくちゃしてる人たちだと思うので、ここら辺の肘のこの開き方といいますか、指先の持っていき方といいますか、すっごい絶妙でございます。でからの1分43秒ですね。ただのプリティということで、ここはもう単純にミナちゃんがプリティな瞬間かなというところを見ていきましょう。ここでね、チェヨンちゃんの方に手を持ってきます。ここですね、ちょいちょいっていう風にやってからハートを作ります。これです。はい、ここ。はい、で、コントロールの時に、ちょっと頭を持ってくるっていうね、こうやって、これやるっていうところが、大変プリティでございます、ということでございます。はい、次行きましょう。からですね、2分25秒ですね。これもビューティーと。ビューティーがね、結構止まらぬのですな。はい、ビューティーでございますね。この、君臨する感じ、一輪の花の真ん中にこう立っていらっしゃる、このお姿たるやというところでございまして、本当にビューティー。ビューティーオブビューティーなんじゃないかなっていうふうに思います。この歌声と、その、ミナちゃんが出す質感、もう、なんでしょうね。誰もが、綺麗と言います。っていう美しさをここで出せるときの、やっぱこの指先含めてですけど、このおでこに手を持ってくる感じですよね。僕がやったら日差しを感じてるだけなんですけれども。で、からのですね、2分53秒、これでもいいんですということで、こういうところなんですな。はい、ということで、レッドラインしたときに、私のレッドラインめちゃくちゃ綺麗なんですけど、やっぱり髪の毛の質感ですね、すごく柔らかくて、細くて綺麗にトリートメントされてるからこそ、まっすぐに全部被ってしまいますと。ただ、プロフェッショナルでございます。こういうときに次どうなるかと見ていきましょう。はい、ということで、元通りでございますということですね。髪の毛がたとえ前髪がバフってなってしまったとしても、しっかりとその後にリカバリーができるっていうところがプロフェッショナルというところで、踊ってる最中にブンツッカクブンツッカってやったら元通りになるんです。だいたい2ポイントぐらいで元通りになるっていう、1ポイントでやる人もいれば2ポイントでやる人もいるっていうところなんですけど、こういうところも安心して見ていられますよね。僕も一回帽子を外して踊ったことがあるんですけど、この長さですよ、この長さで、この長さなんですけれども、顔にこうやってかかった時に戻んないんですよ。はぁ、はぁ、はぁ。アイケスタの時のこの姿勢の美しさですね。逆に言うと、肘の高さと肩の高さが全く一緒なんですよ。平行に持ってくるっていうところのこの美しさ。はい、そしてここです。もう間違いなく一番美しいの誰って言ったらミナちゃんです。間違いなく美しいです。このまっすぐ体のライン上に右手が来て、その上に左手が来るっていう、このビューティーオブビューティー、ここですね。この落ちてくる、落下する左手もですね、このあービューティーというところで、いかがでございましたでしょうかというね、本当にビューティーオブビューティー、美の中の美というところでございまして、ミナちゃんが小さい頃から培ってきたそのバレエ、小さい頃からやってたのかわかるんですけど、バレエを培ってきたからこそ出せるものと、あとはその穏やかな性格から来るところでもあるのかなっていうふうに、ちょっと思います。そのパフォーマンスを見ていて、ま、なんだろうな、バチバチに、よっしゃー、やってこうか、ブルンっていうタイプではないですね。いきますっていう感じなんですよ。その行きます感がすごくニュートラルというんですかね。モチベーション的に、こう、ブレないのかな、性格的にっていうところがあって、パフォーマンスいつ見ていても、すごくしっかりとした質感で踊り切るなっていうところ、安定感がやっぱすごいんですよ。で、安定感っていうところで一個やっぱ軸が強い方だと思うので、なんだかんだフィジカルめっちゃ強いと思うんで、その強いフィジカルの中で、ブレない踊り方、すごくバランスよく踊るっていうところで、そこが、から出てくる、なんかえげつない質感、僕が見るとやばってなっちゃうんですけど、そのぐらい真似ができない、硬くないんだけれどもしっかりとした質感を感じてしまう
なんかわかんない、食らうものがあるっていうところが本当に不思議だなっていうふうに思います。バックグラウンドと性格から来るっていうこの掛け算なので、これはなかなかだから踊れる人がいないんじゃないかなっていう踊り方です。こういうふうに TWICE の中でもいろいろと見ていくと、個性が全然違うんですよね、踊り方で。で、またね、ちょっと他の方たちも見ていきたいなっていう風に思うんですけど、総じて皆さん本当に上手なんですけれども、タイプは結構分かれてるなっていう風に思うので、そこら辺も楽しんでみていただければなという風に思います。はい、リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。ツイッ。